まあ、イザベル・ユペールさんなんですけど、はい、まあ映画の中で非常にチャーミングで、うん、私はなんかこの映画を見た時にこんな女性に年取ったらこんな風にならなきゃって思ったんですけど、実際62歳なんですって。びっくりですよね。50代だと思いました。私もそう思ってました。ずっと見てて完璧過ぎてらしたんだっていう、ねねね、でも映画だから、ね、多分実際こうやってお会いしたらまあそれなりと思いますけどね。結構厳しい辛口の意見が出ましたから。私もいろんなマジックをいつもしていただいているので、はい、まあ、女優さんでもありますからね。そんな気はするんですが、でもあの鈴木さんは何か、はい、まあ、忙しかったりもしますけど、こう美しさのためにこうそれをキープする何か秘訣だったり、いつもこれは頑張ってるとかってなりますか。美しさっていうのはどういうか人が美しい人と思われます。どうですかね。どうですかね。なんかこうやっぱり年代によってまた変わってきますよね、見方というか。そうですよね、最近もなんか45を過ぎたらこう足が長いとか胸が大きいとか、もうそんなことは別に関係ないんじゃないかと、はい、思うようになって、あのそういうことよりまあ元気とか、あって元気そうとか楽しそうとか、はい、っていう人がやっぱり素敵だなと富に思うようになったので、じゃあ逆に自分もその日会う人に、あーなんか知らないけど楽しそうですねとか、逆にあのいつも会ったら楽しそうだからなんか気分が良くなる、はいはい、とかそう思ってもらえるような人になりたいなっていうふうには思います。だからこう、はい、外見だけとかスタイルとかよりも、うん、こうなんかにじみ出てくる、なんかパッと見た会っただけでこう、うん、ハッピーになるって周りの人もっていうような人とかが魅力的ですよね。そうですね、そっちの方がなんか今お金かければある程度いろんな技術はありますからね。今いろいろと進んでますよね。それはやっぱりね、うん、時間だったりお金とかがあればできるけれども、うん、そう、でもやっぱり健康で、あとはこう精神的に本当に楽しくて、はい、こう幸せな感じっていうのが一番お金で買えない、うん、でもお金では買えないけど、いろんなたくさんの人にこう分けてあげられる、はい、あの良さじゃないかなというふうに思います。私とかは本当に昔からわあ憧れって思って鈴木さんのことを見てたものですから、なんかこんな風にご愛できてすごく光栄なんですけれども、また再び会って、あ、やっぱりこんな風に年を重ねていきたいなと思わせてくれました。いやいや、こんななっちゃダメですよ。いやいやいや、きっと今日、ね、お越しの女性の皆さんは、いやなりたいこんな風にって思ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、でもね、そんな鈴木さんの話もそうですけど、あとはまあ映画でその62歳のイザベル・ユペールのこの魅力をまたちょっと感じ取っていただきたいからね、映画を楽しんでいただければななんていうふうに思います。フランス・ノルマンディの田舎町で暮らす主婦ブリジット。穏やかだけど満たされない毎日。Tu peux très bien passer de moi. Tu es chiante. Il faut toujours que tu fasses ton original. Oui, j'ai même réservé deux nuits. Deux nuits? よし、パリに行こう。Si vous avez un itinéraire qui nous fait passer devant des jolis monuments, je suis partante. お一人様で行く恋の都、パリ。Ça veut dire qu'on aille se balader ensemble? Je sais même pas comment vous vous appelez. Brigitte. Et Brigitte, que je connaissais pas, donc elle monte sur l'estrade et elle dit « Moi, je veux être bergère. » C'est à partir de là que je suis tombé amoureux d'elle. Ça va?Oui, très bien. 見知らぬ街で彼女が見つけた本当に大切なものとは。
伴奏曲はパリで。